はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。整体ニップライン長のみぞろです。本日も痛みでお悩みのあなたに痛み解決のための情報を発信していきたいと思います。はい、今回はですね、以前お話しした首こり肩こりから起きるですね、首由来の頭痛のめまいとかの頭痛めまいのセルフケアの仕方っていうのを少しお伝えしたいなと思います。これに関してもいろんなやり方があるんで、その中の一つをお伝えしたいなと思うんですけど、あともう一つ言うと、このセルフケアっていうのも、対症療法か治療かっていうと対症療法に近いです。やはりその硬くなってる筋肉とかが硬くなる原因っていうのをしっかり取らないといけないので、対症療法的になると思うんですけど、どうしてもやっぱりちょっと、仕事に行かなきゃいけないとか、今の状態でなかなかその治療に行く時間がないとかっていう方がやっていただけたらなと思います。あるいは治療中にセルフケアとしてやっていただくこともお勧めします。で、どういうことをやっていくかというですね、前回もお話ししたんですけど、後ろから人間の体見た時にですね、この首から後頭部にかけて神経が走ってますよって話したと思います。で、ここにある首の根元にある筋肉ですね、硬くなることで、ここの神経を圧迫して頭痛だったりとか、ここが硬くなることで、頭の情報がずれて、頭と情報と目の情報がずれてめまいとかになりますよということなんで、この首の後ろ側ですねを緩める方法をお伝えしたいと思います。で、今回は3ステップでいきたいと思います。で、いろいろやり方あるんですけど、まずですね、皮膚を緩めていきます。を消えてますけど、をですね、皮膚を緩めていきます。で、皮膚を緩めるってどういうことって思われるかもしれないんですけど、でもこう硬さが出てる筋肉とか、ここの場所っていうのはですね、筋肉とか脂肪とかってこう重ね合わさってるんですけど、皮膚自体がもうペタって張り付いてしまって、そこにもう動きがない、滑らないっていう状態が起きてるんで、これだとなかなか筋肉って緩みにくい状態になるので、まず皮膚を緩めてやります。で、どんな感じかっていうと、手とかで言うとつまんで引っ張って離す、こんな感じですね。これでも皮膚は緩みますし、こうちょっと軽く押してこうやってやるだけでも緩むんですけど、で、今回この首の真後ろ、この辺りですね、ほぐしていくんですけど、つまめる方はつまんで離す、つまんで離す、なんか全部をつまむっていうより本当皮膚だけつまんで持ち上げる感じですね。両方でいいで、両方首周り全体的にですね、ほぐしていきます。おそらく硬い方とかはもうこの時に痛いかもしれないですし、もう全然剥がれないっていう方とかはもういらっしゃると思うんです。そういう方はもう両手でここら辺軽く首の根元を押さえていただいて、軽くですね、でこう表面の皮膚だけこう動かすような形でもまずはいいです。左右に動かしたりとか、上下にこう皮膚を動かしてみたりとか、こんな感じでまずこの硬くなった皮膚を緩めていきます。で、皮膚が緩んでから次マッサージですね。自分の手でマッサージをしていきます。で、これに関してもマッサージはいつも言うんですけど、もう対症療法でしかないのでセルフケアとして使ってください。で、もし自分の指でやるんであれば、さっきみたいにこの3本指でさっきの、触った皮膚の部分、この付け根ですね、首の付け根の部分を、ちょっと上向きの方がやりやすいと思います。軽く上向いていただいて、各器の場所をちょっとグッとさっきより押し込みます。このまま左右にマッサージします。で、思いっきりやらないでくださいね。軽く押した状態でマッサージ、左右に動かします。で、ある程度左右でやったら今度は縦にほぐします。横か左右、左右縦っていう感じですね。で、ほぐしていきます。で、ちょっと指が辛いとかやりにくいっていう方は、親指でもいいですし、さっき親指でこうやってやってもらってもいいんですけど、やりにくいっていう方は、こういうよく売ってると思うんですけど、こういう器具ありますよね。こんなのを寝た状態で、さっきの場所ですね、当てていただいて、ご自身でこうちょっと首を左右に傾けながら、硬くなってる場所に当ててしばらく圧迫するっていう方法でも OK です。で、これ結構皆さんね、この辺に当てちゃうんですけど、このとこ当てても全然意味ないんで、当てるとしたら本当にこの首の根っこですね、の硬くなっているところにしっかり当ててマッサージをしてもらえればなと思います。
である程度またマッサージですね、緩んできたなと思ったら、まあ、2、3分やってもらったらいいと思います。1分ぐらいでもまあ効果出なくはないですけど、まあ、2分か3分ぐらい目安にしてもらったらなと思います。である程度伸びてきたと思ったら次ストレッチしていきます。でストレッチなんですけど、以前肩からとかで話したと思うんですけど、顎が上がってしまっている状態の方はここが縮こまっているので、じゃあどうやってストレッチするのっていうんですというところなんですけど、顎を引きますね。で、その時にこの自分の手も使います。自分のご自分の手でさっきのこの首の根元の後頭部のところですね、ここに親指をグッと引っ掛けます。こう引っ掛けてグッと引っ掛けた状態で顎を引いてください。要はグッとちょっと上に持ち上げる感じで、こうするとこれでさっきの筋肉のストレッチになりますので、このまま、いつものストレッチ 20、30秒止めます。息吐きながらです。ちょっとこう親指でクッと上に持ち上げる感じです、ね、こう持ち上げて顎を引いて胸を張る感じです。するとここら辺の筋肉って伸びてくれるのでストレッチになると思いますので、やっていただけたらなと思います。ではですね、ちょっとまとめますね。首由来の頭痛とかめまいのセルフケアっていうところで、まあ、やり方いろいろあるんですけど、今回はこの3ステップでやっていきます。まずは皮膚を緩めます。首の後ろの皮膚を緩めていきます。で緩めていったら次に軽くマッサージします。指でもいいですし、まあこういった器具とか使って、当ててもらっても OK です。で、マッサージした後に最終的にストレッチ。顎を引きながら胸を張って、ここをご自身でグッと持ち上げて、ここを伸ばしていくね。ここを長くしていく感じです。でストレッチできます。これただ毎日やるだけでも、かなり、この辺で緩んでくるんで、じゃあこの辺が緩んでくると、まあ、この辺も治ってきはするんですけど、しっかりやっていただくとだんだんこの上がった顎とかも戻ってきますんで、姿勢も、うまくいけば良くなる可能性もあるので、やってみていただけたらなと思います。でちょっとね、首の後ろなんで、むちゃくちゃすると、気分悪くなったりすることもあるんで、そのあたりはちょっとごめんなさい、自己責任でお願いします。しっかりと自身の体と相談しながらやっていただけたらなと思います。でですね、今回は首揺れの頭痛めまいのセルフケアというところで、お伝えしました。では今日はこれぐらいにさせていただきたいなと思います。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。では。